ポンラベは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン、ビグダン地方の中心地である、ポンラベ。左は、サンドーランふ頭、ポンラベ川ウガにある、水に浸かったメンヒルポンラベは、ポンラベ川と呼ばれる、三角州というよりむしろリアス式海岸の奥に位置する。ブルターニュのランデルノー、シャトーラン、カンペール、カンペルレと同じように、 沿岸河川の最も下流にある橋の場所で誕生した町である。潮の影響を受ける限界にあり、満潮時に港や埠頭まで航行できる限界と一致する。1385年、ローマ教皇クレメンス7世は、ポンテアバティの海の港について言及した。この地は、ポンラベ城で防衛されており、ポンラベ川を堰止める水車が川の上流部を示していた。下流の一部は、 海からの影響を受けた。ポンラベ川はケリフォレ近郊で生まれる。そこは町の西南西、ランデュデックとプロガステルサンジェルマンとの境界にあたるところである。当初は南東に向かって流れ、西のプメリとプロネウールランベルン、そして東のトレメオックの間を通過したら、その後南向きになる。この流れはプランデュ・ムーランヌフというダムでせき止められる。 下流の海岸沿いの小さな川が南へ流れて、ポンラベ川となる。かつては流れに沿って、多くの水車が並んでいた。海上における、ポンラベ川は、砂岩にある、ポンラベのランブール地区と右岸の六地でを分離する、リアス式海岸である。右岸には、コンブリサントマリーヌとイルテューリがある。河口には小島が点在する。砂岩のボディオ半島は、自然保護区となっている。 ポンラベとは、ラテン語名、ポンテアバテに由来する。これは1224年にロクテュディのサンテュディ、修道院長が建設させた橋から派生している。修道院長は、橋の所有者でもあった。廃墟のままであるランブールの三尺境界古い、絵葉書に描かれた、ポンラベの刺し職人11世紀、ポンの最初の領主は、ポンラベ側を横断する橋の先頭に、封建時代のモットを建設した。 その場所は、ロクティリ修道院の敷地内であったが、9世紀のノルマン人襲来以降放棄されていた。何人かの歴史家は、最初の領主はジュエル・デュポンであったと見ている。彼は、ドル包囲戦の際に、イングランド王の捕虜となった。ヘンリー2世との間に結んだ条約による、身の白金を支払って、1174年に保釈された。しかし、彼が、 ポンラベのカモンに属していたとは考えにくい。初めて名が記されたのは1220年代に書かれたカンペール大聖堂の特許状大長においてである。この時の名称はエルベであった。それはラテン語でサンティュウディ修道院長を意味するアッパースツとして世俗的な世襲として続いた可能性がある。このアッパース筋は12世紀のランデベネック。 修道院やカンペルレ修道院の特許状大長において公的行為を行う世俗的な証であったと言及されている。16世紀、ポンラベダン尺家の一部の者たちはユグノーであったため、彼らの一部は1572年にパリで発生したセイバルテルミーの虐殺において建物の窓から外へ投げ落とされた。ランブールの小教区民たちは1675年に 起きたビグダン地方での飲酒税一気に積極的に参加した。ルイ14世の名において、ョル根公爵が指揮した弾圧により、暴動を起こすため人々に金を鳴らして知らせたからという理由で、ランブールのサンジャック協会の塔が低くされ再建されることはなかった。教会は13世紀後半に建てられ、16世紀に再建されている。19世紀後半にはもはや建物は、 維持されておらず、保存修復に取り組んだものの、教会は1983年以降廃墟となっている。ランブールの小教区はコンブリト教区に依存しており、かつてはシュバリエ島にサンジルダス礼拝堂が存在した。サンセルベ礼拝堂は同じ名の村にあり、ジュスティス礼拝堂と呼ばれていたが、フランス革命中に国民資産として売却された。 ランブールは1790年の一時期に教区で、あったが、ポンラベに併合された。革命の間、町は、ポンマラーと改名させられていた。1937年、ポンラベの夏の観光客数は、ホテル宿泊者や滞在者を含め外産で1000人に、達していた。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降 INSEE2008 年。 コミューン議会は、ヤーリー、あるブレイジョに非検証の批准を可決した。2007年の新学期において、コミューンの児童5.2%が二言語教育を行う学校に在籍していた。刺繍と加工編みが伝統工芸として伝わる。7月第2週の週末には刺繍祭りが開かれ、ブルトン音楽の楽団であるバガトが練り歩く。 豊富な刺繍の施された衣服を注文を受けて作る刺繍職人は職人の兄弟会組織を作っていた。9月の第4日曜日にはトレミウのパルドン祭り、7月最後の日曜日にはランブールのパルドン祭りが行われる。ありがとうございます。